はじめまして、こんにちは、ブロチューです。今回は追加された新キャラを出るまで引いてやろうと思います。この企画を考えたことを後から後悔することになる。まずはボニーのステータス。まあ近距離で HP が少なく遠距離で HP の多い珍しいキャラですね。そしてメグもついでに狙います。ジャネットはブロスタパスですぐゲットします。ではまずはブロスタパスを買っていこう。まず買ったらスキンをゲットや。登場のクセすげえ。これからはこれ使うか。暗黒船長お疲れ様。では早速ボニー引くまで引いていこう。の前にジャネットもらわないとや。ジャネットゲット。このあたりジャネットにパワポ使うか迷ってます。とりあえず確率先に見せておきます。ボニーが 0.5% でイブが 0.2% か。まあ出るでしょう。シーズン10のから引いていきます。まあ一つじゃね。もうメガボックス6じゃ期待できなくなった。ギアのせいで数が増えてマジで数がバラバラになって出るのかわからん。なんかあるまで早送りタイムします。結局ジャネットに全部のパワーと使いました。とりあえずガジェット出るようにはなった。ではまた何かあるまでゴマジで40まで収穫例なんだが。そしてジャネットのガジェットゲット。なんか早口言葉みたいになった。そんなことより早送りタイム。
クラブリーグのポイントでジャネットパワー9にした。未だボニーは出ておらず、引き続き引き続けます。割とすぐジャネットのガジェットは揃った。問題はボニー。残りアイテム8、激アツ。ジャネットのスタパ会、実質ジャネットカンストしましたね。ではまだまだボニー出るまで引いてこう。そしてついに、おおおおお、なんで確率低い方が先に出るの。嬉しいけども、これで狙いはボニー一択ですね。行ったからには出るまで引きますから。どうせならイブもパワー級にするぞ。残る10なのでボックスであげます。では早送り開始。イブがパワー級になりました。これでスタパも出る。できれば第2スタパが欲しいところ。いつもの早送りスタート。ここでシーズン10のボックス全部引き終わった。次なんか出るぞ。連打しすぎてやめれんかった。てかこれ第一スタパの方やん。 W とコトン運ないやん。まだまだガチャの旅は終わらねえ。連続で、あーガジェット、はい、ボニー入ってるよね。相変わらず出ねえ。お、もうガジェット早えねん。いつものボニー、もう出ていいだろ。早く使いたいんだ。ボニーが出るまで止まらないんだ。頼む頼む、もう出たいんだろ。ボックスから出てくるんだ。関係するよボニー、ありがとう。やっとか、やっと。マジでどんだけ引かせんねん。でも出てきてくれてありがとう。おへそでなんね。かわいい。そして、ボニーに使えと不安ばかりのパワポ。割と嬉しいより終わったが、先に引いたとき来ました。あとは限界までパワポ買います。気持ちいい。このパワー上げるとき一番楽しい。クエストはちょくちょく回収するか、
で、ブロスタパスの画面に行ったってのとは。ボニーのガジェット狙っていきます。高ポイント稼ぎ。ってことは早送りです。はい、8波勝ち申した。多分8だったらスタパ、ガジェット新キャラ来ます。まあ当てるよね。なんかまだ引いてるんだが、確かイブのスタパも狙おうとしてたんだと思う。でもすぐやめました。じゃあ、ジャネットとボニー使って終わります。イブはまた別の機会に。最後にパワポないかの確認。あったらボニーのスタパ狙い出すぞ、この時の自分。なかったです。クエストめっちゃ増えたな。サッカーで使います。ガジェットは新ガジェットの方、スタパはエイムがすぐ伸びる方を使います。ささっと使って終わりますね。もうボックスを引きつかれた。ジャネットは貫通攻撃なので最弱になることはないですね。でも使ってるの見てた感じ、ウルト派微妙かも。この飛んでる間ボール持ったり、エメ回収できないんで逃げるとき優先かな。オートだと射程が強制的に短いので、エム合わせた方が競争。謎ガジェット。火力は十分。ガジェットはまだ使い道がわからない。普通に使えそうですね。ボニーも使っていきましょう。射程はまあコレットぐらいあるのかな。リロード1発だから火力はそんなに出ない。変身後の火力は化け物ですね。そしてこうやってフォルムは勝手に大砲に戻される。でもこっちの方が最初は楽。でも貫通攻撃じゃないのが残念。貫通攻撃だったら正直ぶっ壊れ確定やった。でもガジェットで逃げれるから遠距離としてはいいかも。飛んだ直後だけ射程長くないか。気のせいかもだけど。この辺りでもバッドピンズ野郎いるんやな。戻るときは HP の分なんで回復してますね。こういうタレット系に弱い。まあなかなかに競争ではある。スタパゲットしたらまた使おう。何はともあれ、ボニーや全キャラゲットできてよかった。今度引くときは神引き頼む。ボニーまあまあ強かったです。スタパは射程が伸びるのか。エドガーの強化版になりそう。ボニー以外パワー級、いいね。皆もボニー狙って引いてみてね。
神引きを祈ってます。それではさようなら。